悪いものかと Go 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 ホワイトボディマッハゴー負けに魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴみんな見てくれ底力運命にてワイドが燃える飛ばせ正義の歩めにマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴブレーキも OK、 これで足回りは全部バッチリだぜ。よし、あとはスタートの時間を待つばかりだ。さあ、どいてくれ。お待ちどさま。ちょっと失礼。ゴー、今日のレースは私が助手を務めてあげるわね。それ、サンペ、急ぐんだ。はい、ごめんなさい。残念でした。マッハ号の定員は知っているな、クリオ。定員は2名だ。そう、定員2名。専任整備士はこのサブと相場が決まってるの。ミッチ、お分かり？まあ、初耳ね。私だってマッハ号のボルト1本まで知ってんのよ。急速なタイヤ交換、応急修理、お嬢様にはとてもとても無理だね。調子に乗らないで。私だってそんなことぐらいへっちゃらよ。レースはお遊びじゃないよ。さあ、降りた降りた。やあよ、今日の女子は私絶対。このレースは危険なんだぜ。だから私が必要なのよね、ゴー。降りろよ、早く。いや。よし。あっ、怖っ。やだってば。よせよ、二人とも。ほら、見ろよ。あ、強敵が続々集まってきたぜ。このレースは車の種類も乗車定員も全て自由だってんだから、面白いや。まるで世界中の車のオンパレードね。よっ、なんだよ。あ、全長40メートルぐらいあるな。マンモスカーだ。へえ、こんな大きな図体でレースに出場するつもりかしら。長距離レース用の特殊な車かもしれないぜ。車の検査をさせていただきます。え？だってこのレースはどんな車でも OK なんでしょ。検査なんて。ゴー君、しばらく。やあ、6号警部。いや、元気かね。実は国立銀行へ保管してあった金塊が奪われた事件は君も知ってるだろ。ええ、知ってます。もしもその金塊が国外に持ち出されたりすると大変なことになるんだ。我々は今それを調査中なのだ。特に車両関係に注意すればならんという命令で、我々は東北方面に向かう車を一応調べることになったのだ。ああ、分かったわ。警部はこのレースを利用して金塊を運ぼうとしている車があるって考えてるのね。そうだ。しかしレースの途中で車を調べるというわけにもいかんのでね。
スタート前に職務上一応調べさせてもらうよ。いいね。何もないでしょ。警部、この車は大丈夫です。当たり前さ。いや、ゴー君、頑張ってくれたまえ。はい、警部さんも頑張ってください。旦那、どうもご苦労様です。さあ、どうぞお調べください。こんなバカでかい車がレースに出場して勝ち目があるのかね。もちろん。どうぞこちらへ。さあ、中の素晴らしい装置をご覧になってください。どうぞこちらへ。7500cc、1500馬力のエンジン。これが各車両に一つずつついていて、最高時速700キロ。ステアリングとギアのジョイント装置は、どんな曲がりくねった道でも自由自在。ブレーキは強力電磁ブレーキ。ボタンを押せばピタリと止まる。エンジン強力、スピード最高。レースの優勝間違いなし。どうです、警部さん。はい、ご苦労様でした。ねえ、警部、エンジンは何気筒でしたか？スーパーチャージ付きですか？いや、そういう難しいことはわしにはわからん。すげえや。ここで何をしている？この車には何か特別の装置がしてあるんでしょ？そうか、この車のことを知りたいのか。よし、教えてやるからこっち来い。何をするんだよ。待ってくれよ。おい、やめろよ。おい、待ってくれよ。サブは？それがいないんだ。どうしたのかな。食べ過ぎてお腹を壊したのかもしれないね。しょうがないわね、サブは。よし、こうなったら仕方がない。わしがマッハ号の助手だ。準備体操、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4だ。これでよしと。わしが助手としてレースに出場する。おや？マッハ号の助手は私がバッチリ務めます。お年寄りはお体をお大切に。エンジン始動です。エンジン始動です。よし。10段800キロ自由車ロードレースのスタートの合図はミス高野台によって行われます。スタート30秒前です。やっぱりでっかい渋滞持て余してんな。最初からビビだ。
しっかりしろ。あ、覆面レーサー、一体どうしたんだ。実はマンモスカーの運転手にここへ連れてこられて、いきなり殴られちゃったんです。マンモスカマモスカをマークしよう。ミッチ、あの機関士を助けよう。そうだわ、早く。なんて車だ、あれでも自動車かい。ちょっとへこんだだけなのになぜあんなに慌てて修理したんだ。あのマンモスカはレースだけが目的ではなさそうだ。きっと何か秘密があるぞ。かもね。ミッチ、あれを頼む。オッケー、ポラロイドカメラね。どうする気？ああ、わかったわ。セルフタイマーかけるのね。いいわ、スタンバイ。オッケー、いつも号にカメラをつけて飛ばすんだ。いつも号はリモートコントロールで動くマッハ号のマスコットだ。通信にも使えるんだ。あのポラドイドカメラは特殊 X 線で金属でも通して撮影するんだ。あの巨体に何を積んでいるか調べるのにもってこいだ。マンモスカーの秘密がわかるぞ。やったな。
何？マッハ号がマンモスカーに興味を持ち出したというのか。踏切でヘマやるからだ。やむをえん、消すにはもったいないような車だが処置しろ。レースに参加したりすれば堂々と国外へ運び出せる。邪魔はさせん、絶対に。ただのレースカーじゃない。もしかすると六王警部の言った道、気をつけろ。徹底的に調べてやるわ。君が殴られたことというひどいことをする運転手だ。わしは最初からどうもあのマンモスカーが気になっていたんだよ。踏切を無視して平気で突っ走って行ってしまったというし、全くレース中何をするか分かったもんじゃないな。こうなったら飛行機台に帰られん。空から偵察してやるんだ。何？東北方面行きの飛行機はもうない？申し訳ありません。最終便がもう出てしまいました。あとは明日の朝になりますけど。明日の朝じゃ間に合わないんだ。ハイヤーの小型機はないのかね。申し訳ありません。それもですね、はい、本当に申し訳ありません。あそこに一機あるじゃないか。あれですか。申し訳ありません。あれは自家用機でございますので。マッハ号のやつ、オートバイ隊までもバカにしよった。どうあっても片付けるんだ。急げ。マンモスカーを追ってホヤ岬へ飛ぶんだ。今のうちに腹ごしらえしておこう。サンドイッチを出せ。どうぞ。あれ？ん？バカめ、出せと言ったら出さんか。今あげたんだ。ゴー、マンモスカーのスピードが落ちたわ。山道は苦手らしい。よし、今がチャンスだ。追い抜いて止めてやろう。マンモスカーについてさせるんだ。マッハ号の機動力で対抗してやる。
ついてきた、しめしめ。マンモスカーの弱点を狙うんだ。さあ、装置でタイヤを切ってやる。シンクロ走法だ。マンモスカと同じスピードで走りながら隙を見て間から脱出するんだ。Thank you.